暇すぎるのでどうか動画撮りましょうか。どうでした？した。もうまあ序盤であれなんですけど本当臭いですね。ということで、はい、SK どうするの？ということで、ね、4月卒業やんか。もう就職はしせんやんか。だからどうするのかっていうのは多分気になってる人おるんちゃうっていう。なるほどね。お前そんな隠しトピック持ってたんや。いやまあそうっすね。僕はまあ3年の終わりから4年生の最初ぐらいまでちょっとまあ就活してて、うん、あの外資系のね投資銀行に内定をもらったんですけど、まあ、一応辞めて、うんうん、でまあなんかいろいろあって、まあ、人生について考えたりとか、うん、もうちょっとね自分をこう伸ばしていくべきなんじゃないかみたいなことを考えて、で結局あのアメリカのねあの金融専攻の院にね進学することに決めました僕は、はい、試験はあったもん。大学そのアメリカの院の試験は、いやなんかねこれが結構あれで、うんまあ、なんかお前みたいに、うん、一発で院試バンって落ちたら終わりみたいな、はいはい、専門の院試かボンとかじゃなくて、うん、なんか、まあ、そのアメリカの院っていろいろ提出物があって、うん、期限までに、はいはいはい、まあ、なんか大学の成績書とか、うん、教授からの推薦書とか、うん、で GRE っていうこれは専門とか関係なく現代文、まあまあ、アメリカの現代文なんで英語の、まあ、日本でいう現代文のテスト、うん、あと数学のテストと、うん、あのエッセイ論述のテストってこの3つがあって、うん、これ共通テストなんですよ、うん、なんで、まあ、それを、まあ、まず受けないと。いつあるのそれは。それもロンドンで一応やってきた。やってきて、で、もう一つは、うんまあ、アメリカというかその、まあ、英語圏出身じゃない人は、うんまあ、トーフルとかアイエルスが受けないといけなくて、うん、でもアイエルスも一応ロンドンで、あ、やってきた、はい、やってきて、あ、はいはいはい、なんであと、まあ、一番大事なんですけど、うんまあ、エッセイって言って、はいはい、なんか SOP っていうエッセイがあるんですけど、 SOP、まあ、ステートメントオブパーパスって言って、あ、まあ、目的を大学に行く目的を書くエッセイみたいな A42 枚ぐらいの、はいはいはい、まあ、それを今しっかり真剣にやっててっていう途中ですね。なるほどね。それの合否はいつ出るんですか？9月入学やまだアメリカは、うん、で、まあ、締め切りがさまざまで、うんまあ、2月の半ばにあるものもあれば、うんまあ、本当に1年中やっててだから7月とかに出してもいいみたいなのもあったりするんで、まあそこ、はいはいはい、それプラス、まあ、締め切りプラス2ヶ月ぐらいですかね、まで、まあ、それまでまあ優雅に暮らすんで、まあ、4月卒業して、うんまあ、一旦は東京の実家に、ね、帰るって感じにはなるかなと思いますかね。まあまあ、ですけど、まあ、イダチャンネルとかね結構最近仕事も増えてきて東京に来る機会多いんで、まあ、こいつらと、まあ、東京で撮影とかね、うんまあ、俺が京都帰るのももちろんありますから、うん、できたらいいなと。まあ9月ぐらいまでは結構じゃあイダチャンネルはじゃあ 出れるんや。来期のね。まあ、別に9月以降もお前がアメリカに来たりすれば全然いけるから。なんで俺そのお前 SK に会いに行くためだけにアメリカ行かなあかんの？いやいやいや価値あるやろ。俺に会いに行く以外にもアメリカにやっぱ行けるって。なるほどね。いやすごいっすね。いやすごいすごいんちゃう？受かっマジで。じゃあね受かればね、うん、受かんなかったらこいつと同じ留年です。あの合否の時ちょっとさ一緒に動画撮らしてや。ああいいよ。でもあれだね急に来んねんなメールが。アメリカだな。そうだから この日に発表じゃない、うんうん、アメリカやな。だからヌッとメールが来て合否が。あ、うん、いやあのさ SK あれやん兄弟の現役落ちとるやんか、うん、あの時はどんな感じだったん自分の反応。いやなんかねその俺の高校って、うん、半分以上が浪人する高校なの。あはいはい。で武蔵高校ね。はい。おい言うな。まあいいか。もう全然いいねけどね、笑して。そう。まあ、私立武蔵っていうね、都立じゃないよ。はいはい。そういうことは、あの、一線隠したいんで。まあ、私立武蔵にいて、まあ、半分ぐらい、浪人する、うん。で、僕のサッカー部も、ほんと9割ぐらいが浪人だったんですよ。あ、なるほどね。うん。だから、まあ、その、サッカー部のグループで、うん、まあ、まず合否発表みたいな感じなんですよ。はいはいはい。で、東大と京大があって、うん、東大の発表1時間早いんですよ。そうやな。同じ時間だけど、うん、あ日だけど。3月、10日ね、10日。うんなんで、まあ、みんなバーって、まあ、結構東大受けてる人が多かったんで、うん、東大落ちた落ちた落ちた、うん、ああまあみんな落ちてるんだ、うん、で、まあ、ちょっとこうなんていうのまあよくないですけど、うんまあ、安心したというか、うんまあ、あるやんそういうの俺だけが落ちてるっていう状況が最悪じゃないやっぱ、うんうんまあ、そこはやっぱねうちはちっちゃいなと思いますけどでまあ兄弟の結果見て、まあ、うちはちっちゃいだもん元からうちはちっちゃい謙遜で言ったつもりやったけど、うん、早く気づけよあそれ気づかなかった、うん、そうまで、うんまあ、兄弟の、うん、発表見て、うんまあ、ちょっと薄々気づいたらいたんですよね、うんまあ、文系
こそ、その数学が一番左右するんですよ、うんうん、やっぱ文系って数学できる人から、まあ、できない人ってピンキリなの、うん、で結構数学全然できてなかったんで現役の頃、はい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 、それで本当にまあ散ったっていう感じですねで普通に散ってあちょっと落ちてるかなみたいな感じで、うんまあ、あんまり期待せずに見て、うんまあ、けどどっかでもしかしたら受かってんじゃねえかみたいなあるよね、あんねん、かすかのね、そうあそこできたしみたいな、ね、そうあそこできたしっつって、うんうん、どんどん自分の都合のいいようにこう思考していくのよ、ね、人間ってマジわかる、うん、で本当にその現象に陥って、まあ、あの状態がまあ落ちてました、ね、あで、まあ、その状況が結構特殊で、うんまあ、俺んちってこう3階建てなんですけど、うん、1階がまあそのパソコンがあるルームと、うん、で、あのまあ、そこでこう見てたんですよね、うん、でも親は岩手さんリビングって2階にある、うん、でなんで、まあそのまあ、親、まあ、俺のお父さん母さん、うん、で妹、うん、でおばあちゃんおばあちゃんはいはいで、あ、おじいちゃんおじいちゃん死んでるんだよお前カッコつけ出したな、数え方が1,2,3,4なんて今のは僕じゃなかった完全に普通こうやけどな、あ、そうかそうか、はいはい、そうそうそう、まあ、でその4人ぐらいで待機しますと、はい、でまあ本当にもう合格発表の30分前ぐらいからみんなそわそわし始めちゃって、うん、もうその食卓をこうぐるぐる 歩いてみんな動かずにだからそのじっとせずにずっとこうなんかこう手組みながらなんかくだらないこと言ったりとか、うん、うわー大丈夫かなみたいな、みんな緊張しすぎて、うん、なんかどういう対応していいのかわからなくて、はいはい、で結構父さんが、うんまあ、見つけ出した切り口が天気の話だったっまあキャパお前のトーンキャパなっていうまあレベルやって、うんでまあ、俺もなんかするところじゃないみたいな、うん、まあ言うてもみんなの結果も知ってるけど、うん、東大生、うんうんまあ、俺はちょっと受かってたら、まあ、逆にこう一個上に行けるなみたいなのがあったけど、はいはいはいまあ、落ちてて、うん、で、まあ、バーって見て落ちてるやんで、なんて伝えたらいいか分かんなかったの、うん、あ親にね、うん、そうで、あごめん落ちてたわ、うん、で、まあ、こういう感じ本当にもうこんな感じで、はいはいはい、あ落ちてたわって言ったら、うん、あらそうみたいな感じでお母さんとか父さんがバーって下降りてきて、うんまあ、ちゃんと確認して、うんあまあそれはしょうがなかったねみたいな、まあ、まあ来年も頑張ったらみたいな感じだったんですけど、まあそうですね、まあ、何個かあまあ滑り止めとか受かってたんですけど、うん、そこには行かずに。ああ滑り止め受けてたんや、うん、どこ受けてたんですか。あ総計とかそこら辺受けてましたとか、あそれは行かずに、うん、もう一年頑張ろうかなみたいな決心をして、まあ無事にやって、まあなんとかね合格をつかんで、余裕でね、余裕で合格やね、まあ余裕で4人は。思い出も語っていこうか、そのヘルシンキ編の思い出、これノーカットでいけんなこれノーカットでいけこれラッキーやろお前の外50分ぐらいでお前映画ぐらいあるやんけ、何があるの。だから俺朝の4時に着いたのに沢田は24時に来たんよそうね、もう一生暇で全裸監督全部見ましたおいおもんな、そうさ一人でさ何もできないやつやお前、せめてヘルシンキ観光しとけ。飯しか食いに行かなかったですね、うん、何だったっけ、60ユーロ何食ったんやっけ、ミートボールお前高すぎやろヘルシンキのミートボール高すぎ、60のミートボール食って確かにな、彼待ってましたね、寝ながら、な寝てましたね、そうそう、僕はホテルガチャってやってお久しぶりみたいな、まあ、あんま久々って感じなかったですけど、なんかなちょくちょくズームとかしてたから、うんそうね、久々感はせんかったけど、でまあその日は夏、うん、もる話もいっぱいあったけど、うんまあ、一回グッとこらえて、うん、タリン観光、タリン、まああのエストニア、ねうん、の首都です、バルト三国の一個、はい、でまあフェリーでね、うん、あのヘルシンキからピッて、そうそうそう、時間ぐらいかけて行くみたいな、で朝から行ってって感じでした、ね、そうだからタリン行って帰ってきたら多分一個ぐらい行ってから宿帰ろうやって感じの予定やったやんか、うん、だけどもうタリンで寒い中歩きに歩かされすぎていや俺が歩かしてみたいな言い方ですねうん、俺もショッピングモールとか行きたくて、うんうん、確かにタリンの都市あの2周ぐらいしたくないしたな、うん、もうだ結構さ土地感詳しくなったねタリンめっちゃ詳しいね、タリンめっちゃ、タリンなら道案内できない、うん、2周ぐらいしてもう疲れ切ったから、あの宿行かずそのまま直帰したね、うん、マジではかに眠くてね、うん、さすがに眠かった、うん、なんもそういうのねマジもったいない、マジ今考えたらもったいない、うん、ガチで、まあ確かに、まあでも、うん、あれも良かったなって、9時に着いたよ向こう、うん、そっからサウナ行ってもな、そうそうそうね、そうね、疲れてたし、うん、今あれでバタンキューして、そうそうそう、で次の日はサウナか、そうそう、だからヘルシンキ来た人は、ね、ぜひね、タリン行くのめっちゃありかなって、うん、そうだね、ありやな、マジで、で、まあ、本編でも言ってるけど、あのリドっていうね、うん、あの店が本当に美味しくて、
リド越えの店まだないな、うん、フィンランド入れてもなくない、リド越えのワクワクする店。確かに、だそのあれ俺らが買いすぎたからあのなくなったけど、うん、そうそうそう、まあ味とか考えたらめちゃくちゃ、まあ、そうそう、コスパいいんじゃないかなって。めちゃくちゃ美味しかった、ガーンってめっちゃ楽しい、うん、楽しい店間違いない。リードマジ行ってみて、うん、普通にリード俺輸入したいもん日本に。あんまりそう、あ全国チェーン展開するべきだね世界的な、うん、マックみたいな感じ、うん、そうそうするべき。あれやでもそのあんまりホテルを移してないや、ユーロホステルっていうホステル泊まってたんやけど、ああそうや、確かにめちゃめちゃ硬いな、うん、めっちゃ安いね、とりあえず、うん、ヘルシンキで一番安いホテルで、うん、もう薄い薄いベッド。確かに、だってお前なんか下の木感じてたよなんかマットレスすごい薄くて、まあ木のベッドじゃないですけど、その木のベッドの上にもマットが置いてあってで、俺終始ケツで下の木感じてました、ベッドの硬すぎてなんかゴツゴツしてんなって違和感あったんですけど、まあ、特に気に留めることもなく、でもチェックアウトして気づいた、あれ木のベッドってマットレスすぎて感じてただけやった。あれさ、マッシュあれやもんな、あの体操マットの上で寝てみた感じじゃん。はいはいはい、はい、確かに硬さといい、うんうん、だから全然疲れ取れんくて。そう、全然疲れ取れへんよな、終始めっちゃ眠かってんな、うん、毎日疲れとんのよマジで。毎日9時間ぐらい寝てるそのせいで結構、ね、観光の時間が圧迫されちゃったっていうのもあって。そうそうそう、あと何があかんって、その太陽昇らへんから起きた感じせへん、体が起きへん。確かにそれもね、し太陽昇ったとしてもどん天で曇ってるからもう太陽だから本当見てないね。うん、飛行機も初めて見たな、うん、太陽、うん、雲の上行ってようやく、雲の上行ってようやく太陽見れた、うん、まあそういうのもあってって感じでしたかね、まあ、ユーロホステル、はい、でまあ昨日ちょうど泊まってたのが、うん、そうそう、もともと監獄として使われてて、まあ、初犯の人をね主に収容する部屋、まあ、部屋、うんうん、やって、うん、なんかあるかな、特筆すべき。そこでやっぱちょっといい、もう全然いいホテル、普通のホテルやってる、まあ、そこで初めてユーロホステルのヤバさに気づいた。そうやな、まず、うん、ドライヤーがある、うん、ベッドがふかふか、分厚い、そう、分厚い枕もちゃんとこの頭にヒットする全然睡眠の質が全然違うかった、うん、そうや、6時に起きた、確かに。朝飯もうまい、朝飯が本当にうまいあのユーロホテルでも一応朝飯あんのよ、うん、なんだっけ、あのスムージー、あスムージーな、スムージーが一番うまいスムージーマジうまかった、あれで耐えた、うん、ブルーベリーと、うん、マンゴー、バナナと牛乳で作ってくれたスムージーあんの、神みたいな組み合わせ、確かによう考えたら、あれマジうまかった、うん、あれ、うん、なんか2リットルぐらいのやかみたいなやつに入って置いてビュッフェに置いてんねんけど、あの干しました、干しました、僕ら2人で俺みたいな、今あれでみたいな、 なってたよ、そうそう、もう在庫ねえぞこれ、あの宿泊者全員分の朝食言えないの、こう俺らが全員干して多分経営傾いた、でもう一回汗こうしながらすりつぶして作らなあかんくなってこういう見切れ、こんなんスムージーこう作らんやん、いやこうやってこうやってないそう、とかでユーロホステルのヤバさ気づいたね、うん、でなんだっけな、それぐらいか、うん、いやでもあれよ、あれ言っとかな、俺らが一番フィンランド一の思い出ですね、これはあの暗すぎたっていう関係もあって、あのカメラ回せなかった、カメラ回せんかったよなって時系列的に言うと、14日に、ウーシーサウナ、うんうんうん、ウーシーサウナって、まあ、一個有名なサウナ、まあ、これは本当にまあ本当にまあ普通、まあ、普通って言ったらあれですけど、うん、そう、なんかフィンランドのそう、まあ、いわゆるサウナ、普通のサウナ、うん、で次の日に今森の中にあるサウナって、うん、まあ、これ多分本編で結構ね動画回ってると思うんですけど、本当にもう氷が張った湖で、うん、もう森林に囲まれてるみたいな、その中のサウナ入って、うん、まあ、サウナ入ったら、あ、まあ冬はね、うん、この氷張った湖のところにこう四角く穴開けられてて、まあ、そこに入る、うん、でまあ、そこでね、まあ、日本人のファンのね、まあ、翔太郎のファンとか、あ、コバのファンとかともね、まあ、お会いしてまあいろいろね、こういろいい時間過ごしたみたいな感じだったんですけど、で、まあ、その後に行ったサウナに、あの伝説のね、伝説の人が待ち構えてて、なんかまだあれパブリックサウナって言って、そのフィンランドの人がそのボランティアでやってる無料のサウナがあるよ、その無料のサウナ、バルト海のほとりにサウナが、ほんまに結構立派なサウナかな、3つぐらいあって、
シャワーとかないねんけど、サウナだけあって、バルト海の、そうバルト海にそのまま水風呂があるみたいな、うんうん、見たな、うん、見たな言ったよ、なんかまああれおそらく、まあ、メディアとかにで、うん、そうあのみんなに分かるよ、俺はあの絵描いてちょっと絵ちょっと頼むわ、めちゃくちゃ絵クソ描きやすい人なんで、その、まあ、そこのサウナで、うん、まあ、出会ったというか、まあ、俺らが一方的に認知した、おそらくメディアとかにインスタとか、まあ、TikTok とかに出たら、まあ、1億いいねは間違いない伝説の人がいたんやけど、まずその人はサウナの中なのにニット帽かぶってます。そうサウナハットじゃなくて、サウナハットじゃないですよ、サウナハットはこういう方じゃないですか、ニット帽なんで今度の締め付けでピーンになってるんですよ、まずで、で、まあ、そのいわゆる歩行者のイメージのあのヒゲがね、こんぐらいこう立派なヒゲがこんぐらいうわーって、うん、で、まず上半身は俺らのあのその誇張なしで6倍、めちゃくちゃ太っててこんな感じなんですよ。でもさ、そのさ不健康の太りじゃなくない、うん、だから締まっとるぐらい、締まってて、お相撲さん、そうそうそう、なんか美しいんで、でだからめっちゃ可愛くてね、まあ、その時点で、うん、でその毛とかも生えてないよね、毛とかも生えてないから、うん、なんか本当にキャラクターみたいな感じでマスコットのね、でその時そのサンド暗かったんで、こう徐々にこうの階段登っていくって感じだったんで、こう頭からこうどんどん見えてきますよ、上半身こうやって、で頭なんかニットがかぶってんなって、まあ、ちょっとそこでちょっと違和感感じて、で上半身現れてきて、えめっちゃ太ってるやんみたいな感じで、でも可愛いから、うん、すっげえ太って、でもでかいけどなんか美しいみたいな、で最後にギュッて立った時に足が俺らより細かった、だからちょっとごめんなさい、俺らはね実際見てるからあれかもしれないですけど、もうちょっと頑張って伝えようと思って、本当に今顔は普通にこんぐらいで、ニットもパッツンなってて、俺らの、まあ、6倍だから こんぐらいの体積に足がこんなんこんなんが生えてて、こうヨタヨタ歩いてるんですよ、これはだからこのサウナのさ、これめちゃめちゃ人一歩の中こう頑張ってやる、そうそうそう、で上半身でスペース取ってるから、こうあんまり人座れないですよ、だけど足細いから足でめっちゃ開いてるの、足のところだけで、こうやってまた開きながらねやってましたね、あの人がね、あれほんと可愛くて、いや後悔あるとしてあの人と写真撮っとかんかったね、後悔な、まあ多分背もね結構高いと思うんだけどまあその背を高さを感じさせないほどね、そうそう、横かね、可愛かった主にって感じで、はい、ヘルシンキ編はこんな感じでした。